人か。そうメールに書いたのあんたでしょ。何よ、何、やめてよ。何が目的、私を脅してあんたたちに得があるっての。軽いぞ。お前と鈴音の裏に隠れている奴の正体を話せ。お前は真鍋たちにいじめられていたところを黒幕に助けられた。バカじゃない。あんたは私の裏に誰かいると思ってる。今日ここでお前に吐かせる。俺を甘く見るなよ。待ちなさいよ。ねえ、聞いてんの？ほどいてよ。次だ。トラウマってやつは言葉よりも体験によってより強く目覚める。でしてお前を壊してやる。